今日は女子大の日。1901年の4月20日に日本初の女子大が創立した記念の日なんだって。ゼビーね。男子だけでなく女子にも教育の場を与えようってことがきっかけだったそうだよ。それによって女性のエリートやリーダーも増えたよね。グレタマには性別もリーダーシップもないわ。アーピョンも女子大生。自撮りとメイクとおしゃれのエリートだよ。そういうエリート目指してたんか。チャンネル登録をしてね。そんな物好き。